ホリエモンチャンネル。皆さんこんにちは、堀江貴文です。皆さんこんにちは、寺田由紀です。多分ね、スノーボード選手が使いたいですよね。まあでもやっぱり僕ら狙ってるのはやっぱ選手って言うとやっぱり性能がみたいな方にいっちゃうので、そっちに行くと結構僕らも難しいかなと思うので。そうですか。やっぱりハイエンドコンシューマーみたいなところが結構やっぱり見てますね。それなりにやっぱりお金を持ってらっしゃって、ちょっと新しいものを試してみようっていう人から、まあ多分入っていくのかな。でもやっぱりスノーボード選手とかが使ってる方がイメージはいいじゃないですか。イメージはいい。そうですね。そこも本当プロモーションと。多分これまでだってそういうところのテレメなんかデータとかって取ってなかったですよね。取ってないんですよ。ねえ。全くデータ取ってないですよね。はい、でもそれ取ると実は結構強くなったりするんじゃないですか。ありえるかもしれないですね。ねえ。それスノボで完成したら他のスポーツもやられたりするんですか。いろいろやっていきたいなと思っていて。まあ、あのテニスラケットとかね、ソニーが出したりしてますよね。テニスとゴルフはマーケットが大きすぎて、うん、ものすごいビッグプレイヤーがすごい勢いで入ってくるので、僕らはもうちょっとニッチなところで攻めるのが、まあ、資本力的にも面白いだろうなと思って、まあ、スキー、スノボだったり。どこ狙ってるとかあるんですか。どやっぱそのめちゃめちゃメジャーじゃないっていうのがいいですよね。剣道とかさ。剣道面白いですね。あ、でも確かに剣道全然ありでしょ。剣道とかテコンドーあたりとか当たるところ大事ですからね。でもすごく面白いです。剣道ユニフォームにつけちゃう。市内の浴衣がね。浴衣がね。それは面白いですね。市内は確かに。まあ、フェンシングとかも面白いかもしれない。角度から加速度から全部取れますからね。どうですか。あと他は何やられてるんですか。最近、まあ、一番新しいところで発表したのは、さっきももう一つその異業種参入系で、うんうんうん、トイですね、うん、玩具業界もこれまたやっぱり結構古い業界で、うん、玩具ってやっぱりもう値段も大体もうこう高くても5000円とか、うん、1万円以下でとか、うん、質感とかも大体もう業界通例でこう決まってるのがあるんで、うん、そこにちょっと僕らの持ってるスマートフォンのソフトウェアの技術と、うん、メカ設計と電気回路設計みたいなの全部入れて新しいのを作ったら何できるだろうって言って、最近あのドミネーターっていうあのアニメの中に出てくる銃、あ、サイコパス、そうですそうです、はい、あれを銃をちょっと作ってみました。あ、これは本当にあれなんですか。サイコパスで使われてるやつなんですか。そうです。これはアニメの中に、これ私ニュースで見ました。ネットニュースに上がってましたよ。これ当時ものすごいなんかバズったみたいですけど、見ましたよ。まあ物は別にあのよくあるその劇中に出てくる銃、まあ、よくいろんなアニメとか映画になんか専用のロボコップはなんかロボコップでも、ね、銃が出てきますし、戦隊ものは戦隊ものでいろんな銃が出てくるんですけど、これあの設定がすごく最近のアニメって面白くて、あの犯罪者かどうかをあのサーバーシステムが全部クラウドで管理してて、公安局もクラウドで管理してて、指数で出るんですよね。そうです。だ悪そうなやつだったら勝手にこう抹殺モードになるみたいな。怖い。で逆にそのなんか撃つ人が警官が悪いことして、あのこいつ気に入らないから殺してやれと思っても、あのこの人はクラウド上では悪い人じゃないって登録されてるんで、銃のトリガーがロックされますみたいなですね。あのビッグデータ接続型の指数が使えるんですか。これ使えないんですけど、まだあの今日はですね、これあの面白いのはおもちゃこれ変形するんですよ、はい、要はそのそんなに悪くない人にはスタンガン、要は気絶させるだけ、うん、あの電磁波みたいなやつが出て、で悪い人の場合は変形して一撃で人殺しちゃうみたいな設定になってるんですけど、その変形機構をですね、はい、こんな感じでおー実現しましてですね、すごい、こういう凝ったこの動きとか、あ、すごい、まあ、作りってやっぱり玩具メーカーさんすごい苦手なんですね。あ、そうなんだ。ここまで凝ってやるとやっぱコストもかかっちゃうので、そうするといや玩具の常識ではちょっとねみたいな。これはサイコパスの、あの半元と連携してやってるんです。そうですね、これもオフィシャルの制作委員会さんの方と連携をして、で最終的にはこれスマホの中にカメラも入って、はいはいはい、要はその元々はそのカメラも入るんだ、相手の悪そうな人の顔認識をして、うん、そのデータをサーバーに送って、うん、その人はなんていうんですか、いい人が悪い人がっていうのを判断するという最初のアニメの設定がそうなんで、うん、もうカメラ入れなきゃいけないんだよということは、画像伝送もできなきゃいけないんだよと、そこまでやるんだやっぱりっていうのは、この家電メーカーの無駄な技術力を無駄に注ぎ込みましたみたいな本日のバーホリエモンチャンネルはここまで。ご来店いただきました岩佐拓磨さん代表のセレボは、ネットと家電をつなぎ大人気のライブ配信機器ライブシェルをはじめ数々のイノベーションを起こしています。ライブシェルの次世代版ライブウェッジやアニメサイコパスの世界観をリアルに再現したものなど、注目の製品が続々と登場しています。
ぜひチェックしてみてください。さて次回はどんなお話が繰り広げられるのでしょうか。お楽しみに。メルマガの登録はこちら。 YouTube チャンネルもよろしくね。対象の脅威判定が更新されました。は、犯罪係数オーバー300、執行モードリーサルエリミネーター、慎重に照準を定め対象を排除してください。